ダンスカスタマイディングチャンネルです。12月の25日土曜日、現在時刻の方は14時24分ですね。メリークリスマス、メリークリスマス。いかがでしょうか、楽しいクリスマスをお過ごしでしょうか。ですね、今日ね、またね、すごいビッグニュースが、飛び込んできました。これはね、あの国境のね、再開放とか、出入国の絡みじゃなくて、また別の全く違ったジャンルのニュースなんですけども、2020年の1月、去年の1月に、ものすごいね、この我が町バンビエンをね、震撼させるニュース、事件がね、発生しました。日本人のね、旅行者がね、同行してる、欧米人の女性を殺害してですね、山の中にね、遺体を遺棄したっていうね、そういう事件が発生しました。で、これ、まあまあ、すぐ捕まるかなと思ってたんですけども、なんか国外逃亡、カンボジアに逃げたとか、タイに逃げたとかっていうね、そんな噂もありました。で、その彼がですね、12月の20日にですね、ラオス国内で、ラオスの警察にですね、身柄を拘束され、まあ、つまり逮捕されたということですね、というニュースです。まあまあね、一応ね、一件落着っていうことなんでしょうか。僕のね、知り合いの中にはね、彼と割とね、距離が近い人間もいまして、その人からの情報だと、カンボジアに逃げたんじゃないかとか、タイに戻ってるんじゃないかっていうふうなね、話も聞かされてました。で、もともとね、その日本人はね、あれらしいですね、バンコクにアパート借りてて、あと、タイの南の島にね、拠点を持ってる、タイ在住だったらしいですけどね、で、その南の島で知り合った、欧米人の女性とね、多分ビザランカなんかでしょうね、ビザランカなんかでラオスに来て、で、我が町バンビエンに来て、で、まあ、事件をね、起こしちゃったみたいな、そんなことらしいんですけれども、まあ、その僕の知人曰くね、彼に、まあ、ちょっとこう具体的なことはね、この動画では、ね、お話できないんですけど、ちょっとした骨があって、でその骨をフル活用してね、タイに潜り込んで、で囲まわれてるんじゃないかっていうふうな、ね、話もね、聞いて、まあ、その、ね、内容がね、あまりにもありそうだったんで、ああ、あるかもね、なんていう話してました。まあ、けどね、結果的に、まあ、2年近くですよね、2年近く、このラオスに潜伏して、で、24日、違う、12月の20日か、20日に、逮捕され、で、24日に発表だったのかな、今日の、ニュースに乗っかってましたね。で旅行者の中にはね、あれなんですよね、ラオスのね、警察力を、まあまあ、発展途上国、開発途上国だから、まあ、警察の捜査力も大したことねえんじゃねえかっていうね、こんな風に結構舐めてる方もいると思うんですよね。で、実際そういう方ね、僕もたくさん見てきました。けどね、ラオスのね、警察の捜査力はね、なかなか馬鹿にできないものがあります。というわけでですね、悪いことをしても、ラオスだから、しらばっくれればなんとかなるとか、簡単に逃げられるとかっていうふうなね、そんな、誤った印象を持って、なんかやらかしちゃうと、結局ね、罰当たってね、罪を償わなきゃいけないことになるんで、これはね、注意してください。事実ね、僕は過去にビザがね、商売やってる時にビザをね、ちゃんと書類揃えられなくて、で結果的に不法就労になっちゃったことがあるんですね。で、それも、その不法就労で僕2、3回捕まったんですけども、しっかり裏取ってますね。よく知ってます。で、最初に捕まった時に警察署、まあ、外国人管理局なんですけど、出頭したらですね、僕のことをよく知ってる、
大黒人管理局 の, あの警官たちがですね、おお、ノブ何しに来たのって言って、お、え、捕まったからって。だってお前は別にけ、あの、煙も立てないし、で、まあ、その、ラオス人女性に手をつけてるわけでもないし、あの、問題全然ねえじゃんやって言われました。うん。ただ、あれだよな、毎日あそこのカフェで、ビアタイヤ、当時僕ビアタイヤって言ったんで、でビアタイヤ行ってね、ワンケース近く飲んで、ベロベロに酔っ払ってるけど、酔っ払ってもね、別に迷惑かけるのこと知ってねえから、構わねえんじゃねえのって言って、ああ、まあまあまあそうなんだけど、ビザの件でって言ったら、納得。ああ、だったら奥の部屋へどうぞって。で、通されたことがあります。よく知ってますね。あいつが何をやってる人間で、どのような行情で ラオスで暮らしてるか。それで、この辺はね、驚くほどね、正確に掴んでるようです。なんでね、要は悪いことさえ しなきゃね、別に叩いても埃がつけないからだったら、問題ないと思うんですけども、まあ何かしらのね、後ろめたいことがある方はね、十二分にお気をつけください。うん、で、まあ何よりね、ラオスに来て日本人がね、トラブルを起こすと、これはもう日本人の、恥になるので、自粛してください。お願いします。ですね。まあまあこれからね、その捕まった日本人、裁判を受けてどうなるんでしょうね。ラオス国内で裁かれると思うんですけども、その後ね、まあもうこれにね懲りてね、日本人の皆さんラオスで事件を起こさないでください。僕もね、事件危険性のあることはね、一切近づかないようにしてるんで、まあ、で、向こうから来るトラブルもね、あるにはあるんですけどね、だけど、もう、避けられるものはね、極力避けて、安心、安全にね、暮らしていきたいと思ってます。まあ、けどね、すごいよね、知り合った女性を殺害して山の中に住むなんていうのはね、まあ、普通じゃないからね、そんな事件が起こせるんだと思うんですけどね、うん、驚きました。うん、まあ、そうですね、バンビエン、ちょいちょいね、日本人絡みの事件もあるにはあるんですよね、日本人の方が、ね、亡くなることもね、2012年、そして、2018年だったかな、うん、その辺にね、日本人の子の町になったりもしました。あとはね、まあ、捕まっちゃう日本人はね、多いですが、薬物系が多いですね。煙系とね、あと、なんですかね、ケミカル系ですね。それで深刻なところまで、陥ることはまあまあ珍しいんですけども、まあ事件はね、起こります。うん。事件を起こさないでください。お願いします。本当に。うん、お、すごいな。今日土曜日なんでね、クリスマスの土曜日、街の中がね、賑わってきてます。だいぶね、ビエンちゃんから人も入ってきてるみたいで、今、ラムソン、ソン川ですね、ソン川の方に歩いてったらね、対岸の方からね、四つ打ちのね、ドゥン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 っていうのがね、聞こえてきました。うん、だいぶ盛り上がってるみたいですね。うん、こんな感じです。クリスマス2021年、12月25日クリスマスの、番組からお送りしました。本当にね、警察をね、ラオスはね、警察舐めちゃダメだよ。うん、真面目に過ごしましょう。この動画はこの辺で終了します。ご覧いただきありがとうございました。